ちゃんやるちゃんちゃ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 ん、また見ぬ山梨の宝探しに行くんじゃん。どどもりももおはようございます。おはようございます。本日はですね、坂本ボドガリエンさんに来ました。なんとですね、今日は赤いシャインマスカット、まあ、新種ですね。赤いシャインマスカットって言うかなかったです。ないですね。どんなものなのか。ちなみにね、今ちょっと奥さんに忙しそうにしてるんだけど、これが来るたんびに娘をどうねって言われる。奥さんこんにちは。あー、こんにちは。すいません。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。3人来るつもり。やだ、もそくとく。今日は娘さんいないですか？娘いない。いつも紹介してくれる娘さんを。いや、もうね、娘は嫁に行った。でしょ。これお客さんに。はい、今から送ります。美味しそうでしょ。美味しそうね。こうやって詰めて売ってます。ブラックビートで、これシャインマスカットね。デラウェアを出してくれました。これあの前回ね、皆さんでワインを取りに行った時に、あっちはでもワイン用だったからアルコール性の、こっちはもう生食用なんで、ぜひ食べてみましょう。はい、いただきます。いただきます。うん、美味しい。全然違う。酸味よりも甘みが全然強くて。もう一回食べます。美味しい。止まんないやつだ。上にもほら見てこれ、なんかよくわかんないのがいっぱい。あ、これが本当に赤くなってるシャインマスカットだけど、これもっと赤いじゃん。あ、本当だ。お、めっちゃ綺麗。これが赤いシャインマスカット。綺麗。どうやってこれ作ってるんですか？その言えないか。まあいろ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 やって。すごい、これ真っ赤。すげえ。あんまり痛くねえな。まだ痛くない。ありがとうございます。はいよ。で、まあいろいろ今赤っていうのが出てるだよね、うん、個人はやっぱりみんな模索してるんじゃない。すごい匂い。ぶどうのむせ返る匂いする。いや、これ食べてごらん。これ干しぶどうだから。これ干しぶどう。干しぶどうだよ、生の。うまいよこれ。あったかい。初めて食べるかも。見てこれ、まんじゅうのあんこみたい。ほんとだ。中身がいいんですか？いいよいいよ。ありがとう。これうまい。うまい。うまいさよこれ。売り物にしないんですか？売り物にしたいと思って。すっごいうまい。うまいさこれ。はい、これ食べろ。ちょっと食べてみよう。最初は焼き芋みたいな味するよこれ。うん、めっちゃ美味しいよ。こんなの出すってことある？すごい嬉しい。70度で3日から4日乾燥させちゃう。うまいよ。うまいです。このあったかさがまたホットアップルパイみたいな。うん、坂本園さんの。はい、でかくない？でかい。お肉みたい。うん、ジューシーみたい。甘くて爽やかなお肉。ビアンコっていう品種、サニールージュ、デラーベア、巨峰、クイニーナっていう品種。これが赤いレッドシャインマスカット。じゃあビアンコから。うん、うん、おいしい。音がするんですよ、こうやってパキパキってこう漬物みたいな、うんうん、梨感あるよね。梨、梨だよね。梨だ。すごい成分が。サニールージュいきます。うん、うん、香りがすごい。芳醇。あの、ぶどうって感じ。うん、よく知ってるぶどうの。まあ、さっき食べた出られが、まあ一応して、じゃあ巨峰いきましょうか。ぶどうの王様、巨峰。うん、うまい。うまい。巨峰うまい。優しい酸味。酸っぱいじゃなくて、ふわっとした。うん、美味しい渋み。美味しい。初めて。クイニーニャっていう品種。うん。食べやす。美味しい。ちょっとギュッて凝縮してる感じがする。うん、甘みがすごい。でもさっぱり爽やか。うん、後味がさっぱり。これ女性が好きなやつかもしれない。うん、じゃあいよいよ主役の赤いシャインマスカット。追いかけてた。追いかけてきたやつです。いってきます。いただきます。うん、おいしい。めちゃくちゃおいしい。おいしい。食べてから真ん中ぐらいからちょっとリンゴの味がする。うん、確かに。ね、うん、
甘酸っぱくて、うん、なんか最初の入り口と真ん中と後ろってあって後味ってあってワインと一緒です。ブドウはすっごい美味しい、硬くて甘いリンゴってあるじゃないですか、それに近い、うん、でもブドウの分甘みがこっちの方が強くて美味しい、めちゃくちゃ美味しかったです。奥さんのこれもキングブラックだから、うん、おでかっ、ブドウよりでかい、一回りこれはこれでまた種ない、種ないから、ね、種ないよ、すごい、でかっ、皮薄いからそのまま行ってもいい、そのまま行ってもいい、めっちゃでかい、いただきます、いただきます、新しい、また黒ブドウで変わった、スマモ、あ、美味しい、これも新しい、山梨県新しい品種だそうです、欲しいでしょ、1個ですごい満足感ですね、これ、うん、ブドウって女性に必要な美容ビタミンが全部入ってるんですよ、豊富に、しかもあの山梨県って別名綺麗県って言われてて、空気が綺麗、水が綺麗で、こういう果物がいっぱいあって、あと温泉がある、美白の県なんですけど、全国の中で一番綺麗にやれる県で、その証拠にも全国の中で、健康寿命が、日本で一番、健康寿命っていうのはすごい介護なしで動ける、うん、いつまでも若くいられる県ナンバーワンなんですけど、この県がすごい、こういうものを食べてるからっていうのもあるかもしれない、うん、美味しい、ニコニコしてるじゃん毎年来てますけど一番美味しかったので、ね、今年が気のせい、気のせいですか面白い面白い、山梨に行こうっていう、これ武田信玄の犬みたいな、そうそうそう、はい、仕事頑張らないとまだまだこれからです、これからです、私のね、90と91のじいじの頭作ってるの、だからこれ、これいっぱいにしてあげるから持ってきて、もうほんと今年大学のものなの、柔らかくなったらあのマンゴーみたいな、いっぱいにしてくれるって、あの甲州八珍花っていうの知ってます？わかりません、それを使ってカレー作ろうと思ってるんですよすごいじゃん、もしかしたらここブドウにするすごい、桃ばかりやってもあれかな、いや、くれるんですか、うん、すごい、ありがとう、奥さんから桃とブドウをいただきました、ありがとうございます、奥さんこれ硬いけど食べれるの、めちゃくちゃ硬いっすよ、だってこれ、そうだよね、どうでした、いろいろなブドウ食べましたけど、なんか初めてあんなにいろんな種類のブドウを食べて、すごい美味しかったし楽しかった、シャインマスカットは初めて食べました、すごかった、美味しかった食べたい、そうです、勝沼にある坂本ブドウ狩り園さんといいます、あのすごい元気な奥さんとワクワクな旦那さんがいて、すごく優しくいろんなことをしてくれるし、来るだけでね、これ食えこれ食え、誰に対してもそうだから、今日の干しブドウはねどうなるか分かんないですけど、今開発中らしいんで、黒いシャインマスカットとか生干しブドウとかね、これから商品化されることを期待してます、いつも新しいもの作ってるんで来るたびに驚きが素敵な方たちでした、あとここの会社さんはうちの会社が作ってる山梨カタログっていうものにも掲載されてますので、皆さんぜひご覧になっていただいて、お気軽に遊びに来てください、というわけで、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います、それではまた次回の動画でお会いしましょう、バイバーイ、バイバーイ、いいじゃんやるじゃんちゃ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 ん、また見に